えー、5月3日日憲法記念日でしたねでちょっとまあ父の命日なんでお寺行こうかなと思ったんだけどちょっと憲法のことをもう一回ねあのちゃんと頭の中でまとめて、えー、5月3日以来ずっとどうやって説明したらいいのかなと私日本語の専門家ですから、えー、いうことを考えていました。 で今日は5月の七日火曜日連休が終わりましたで五月5日にまあ、テレビ見てたらねあの憲法第99九条があるんで、えー、まあ、守らなければいけないとうんいうふうに、えー、まあ、東京のキー局のテレビが言ってたんですねまあ、コメントたまねってでこれかつても あのキー局のラジオで99条があって「守る」っていうふうに書いてあるから変えてはいけないって言った人がいるんですよ公のラジオですよ。ところが第10章最高法規の99条にまあ天皇、えー、とかね執政、えー、とか、えー、公務員とかね、えー、これは憲法を守れと書いてある。ところがその前に第9章 えー、96条に憲法の改正の規定があるんですよ。で憲法っていうのは、えー、と実は「上夷」っていうところから始まって全文があってで、えー、1条から8条までが天皇について書いてあって9条が平和主義で戦争の放棄となってるんですよ。でこれは実は実 あのパソコンのプログラムのコンフィグのように上かからプログラムが開くように書かれてるんですだ特定の99条の条文がこうだから、えー、書いてはいけないっていうのはありえないんですその前に改正の項目がありますから。